はい、今回の動画は Windows 10でスタートメニューの透明効果を無効にしてパソコンを軽くする方法を解説をします。で、この Windows 10の、ね、このスタートメニューの透明効果というやつなんですけど、このスタートボタンを押すと分かるんですけどね、ちょっと画面だと分かりづらいかもしれないですけど、この後ろ側が、ね、少し透けてると思います。で、これの効果がですね、このメモリーに、ね、ちょっと負担を与えていて、まあ、パソコンが重くなっているという、ね、原因の一つになっている可能性がありますので、今回の動画ではですね、この透明効果を無効にする方法を、ね、解説をします。で、それではまず設定の画面を開きますので、スタートボタンを押して、この歯車みたいなマークの設定のところですね、こちらをクリックします。はい、で、次にですね、この個人用設定というところですね、こちらをクリックします。で、今度は左側のこの色というところ、こちらをクリックしてもらって、で、この右側のところね、少し下に下がってもらうと、ここですね、このスタート、タスクバー、アクションセンターを透明にするというところ、これが標準だとオンになっていると思いますので、ここをクリックしてオフにしてください。で、閉じますね。で、画面を見てもらうとね、わかるんですけども、ちょっとね、この動画だと分かりづらいかもしれないですけども、このね、後ろが透けているのがなくなったと思います。まあ、これでですね、このメモリーの負担が少し軽くなりますんで、この設定をね、変えてあげることによってね、少し重かった、このパソコンがですね、まあ、軽くなる可能性がありますんで、ぜひね、この Windows 10でね、ちょっと重いなと感じている方はね、この部分の設定も変更してもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。